美濃和紙とは、岐阜県で製造される和紙である。1985年5月22日、通称産業省により、伝統的工芸品の認定を受けた。また、本美濃市の技法は1969年4月15日に、重要無形文化財に指定されている。2014年11月26日には、和紙日本の手すき和紙技術として、石州藩紙、細川紙とともに、 本美野氏がユネスコの無形文化遺産登録として認定された。なお、日本工業企画における紙の企画であるジスビー列は、江戸時代の公用紙だった美野氏をもとに定めた美濃版に由来しているために、国際標準化機構の定める ISOB 列とは異なる寸法である。現在の日本ではジスビー列が標準。奈良時代、美野国の国府の所在地周辺で、 ミノワシが作られ始める。寺尾で生産される和紙が特に有名で、和漢三歳杖絵では、生事用の書印紙、包み紙、灯籠用として使用していたと記し、新鮮紙館では徳川幕府御用の製紙職人として、一江門、五江門、平八、十米の名を挙げている。また、寺尾の他にも、牧やホラド、岩佐、谷口で生産されるものも良品である。 当然ながら、産地ごとに生紙に使用する水が異なるため、生産された和紙の風格も、それぞれ異なるほか、得意とする種類も産地によって異なった。岐阜県志向によれば、二折、三折の実の和紙があり、生地の格子幅に合わせてそれぞれ使用されていた。絞り書印紙紋書印紙とは、透かし文用入りの書印紙であり、実のほか、区後柳川や肥後でも生産され、 肥後産のは特に透かしが綺麗であった。美濃の文書印紙は、かのこ、鞘形、菊から草、尻尾、亀甲などの文様をすき込み、障子以外にも灯籠用に使用された。21世紀現在、岐阜市で生産される落水紙にも文書印紙風のものがある。文天具城文天具長とは、極薄の天具調紙に透かし文様ではなく、五分などで木版すりしたもので、後に、 型染めで撫船す,するようになったが、やはり光を透かして、文様を浮かび上がらせるもので、灯籠用として使用された。美濃国は、奈良時代から国府の所在地を中心に、伊比川流域で、静止が盛んで、良質の紙を生産していた。古くは702年の焦燥印文書に、美濃の紙が記録されている。平安時代には、朝廷から静止用の役人が派遣されて、 鮮明紙などの色紙や紅葉紙を生産した。鎌倉時代初期には、美濃和紙はあまり使用されていなかったが、南北朝の動乱や王人の乱によって利用者の懐事情が悪化した結果、安価な美濃和紙が使用されるようになった。美濃国主護である時氏は、布告強兵のため産業開発を促進し、製資業を後押しした。そうして大量に生産された美濃和紙は、 文化人の多い時士をしたって来訪した、公家、僧侶によって日本各地に伝播され、その後は京都法修玄類を拠点とする大見枝村の商人によって流通した。江戸時代になると、先売制度のもとに特産地として育成され、また、長人層の需要拡大によって大量生産され、特に障子紙として使用されるようになり、身の番として障子の規格となるに至り、 ミノといえば、障子のことを指すようにまで普及した。なお、すだれは、いよが、ジョーは、オーミが代名詞となった。養女奴隷とは、生死のために少女を養生時に養子にして、生死作業をさせる制度である。戦前の生死は、朝の4時から夜の10時まで作業する、厳しいものであり、しかも生死業は、家族だけの零細経営が多く、 働き手が足りないためにこの制度が生まれたのである。なお、奴隷といっても、実の娘と区別することはない。もちろん現在はこの制度はなく、そのために後継者難に陥っている。ミノでは和紙の原料をよそから輸入して生産していたため、様々な原料を使用して製紙が行われ、必然的に製紙技術が向上したが、その反面、原料を輸入し、 完成した和紙を輸出する紙問屋に強く依存する生産者にとって不利益な経済体制を取らざるを得なかった。製紙業の家庭の養女は養女奴隷と呼ばれていたが、製紙業の家庭も紙問屋の奴隷であった。1898年改正の古籍法取扱い手続きでは身分等規模の養子は身の十三行形紙、都市と定められていた。現代では、 製紙業は巨大な製紙メーカーとして問屋を圧倒し、力関係は逆転したが、伝統的な和紙は、現在も零細経営の和紙職人の手によって生産されている。上内港から岐阜方面へ和紙を運搬した史実を、美の青年会議所が再現した、際の写真江戸時代以降、長良川を利用した運輸により、長良橋ともとの地域は、 長良川の重要な港町となり、奥美濃から美濃和市などの陸揚げが多く、それを扱う問屋町として栄えた。良質な和紙、美濃和市を得た岐阜では、岐阜の工芸品である岐阜城鎮、岐阜和山、岐阜内和が生まれた。美濃和市は岐阜の伝統工芸には、書くことのできないものである。この問屋町は、奇跡的に戦中の岐阜空襲を逃れることができたため、 現在、川原町界隈として整備され、部会観光などで訪れた人々で賑わっている。ありがとうございます。